こんにちは。河野健一です。今日は子供のやる気を引き出す方法について、僕なりの考えをお話しさせていただきますね。まず大切なのは、子供の気持ちに寄り添い、共感することです。例えば、息子がブロック遊びに夢中になっているとき、その気持ちを理解し、一緒に楽しむことで、子供はさらにやる気を持って遊びに取り組むようになります。これはサッカーでも同じことが言えます。右足で仕掛けれなかった子が、左足でパスを出せたときに、左足でも蹴れたね。すごいじゃないと声をかけることで、子供は自信を持ち、さらに練習に励むようになるんです。ここで重要なのは、子供の行動をしっかりと観察することです。左足で練習していることに気づかなければ、適切な声かけができませんからね。また、結果よりもプロセスを重視することも大切です。パスやシュートが外れても、左足で蹴ろうとしたチャレンジ精神を褒めることで、子供のやる気は持続します。さて、ここで少し話は変わりますが、3年前の新型コロナウイルスの影響で、当時、親御さんたちは子供との接し方に戸惑った方も多かったのではないでしょうか。外出自粛で家にいる時間が増えた今こそ、子供とじっくり向き合う絶好の機会かもしれません。実は、僕自身も息子が12歳で家を出てしまったため、こんなにゆっくり話す機会がなかったんです。今になって、自分の子供のことをよく知らなかったことに気づきました。子供の成長は本当に早いものです。あっという間に大きくなり、巣立っていってしまいます。だからこそ、今この瞬間を大切にして、子供と深い話をする時間を作ることが重要だと思います。子供の興味や悩み、将来の夢など、普段はなかなか聞けないような話題について、じっくりと語り合ってみてはいかがでしょうか。そうすることで、子供の内面をより深く理解でき、適切な声かけや支援ができるようになるはずです。また、子供の成長に合わせて、接し方も変化させていく必要があります。小学生の頃は直接的な褒め言葉が効果的でしたが、中学生になると少し距離を置いた見守り方が良いかもしれません。そして、子供のやる気を引き出すには、親自身も積極的に学び、成長し続けることが大切です。子供の興味のあることについて一緒に調べたり、新しいことにチャレンジしたりすることで、子供の好奇心や学ぶ意欲を刺激することができます。最後に、子供のやる気を引き出すのに完璧な方法はありません。でも、子供との時間を大切にし、寄り添い続けることで、きっと良い関係を築いていけるはずです。これからの人生で、かけがえのない思い出になること間違いなしですよ。あ、そうそう。僕、幸二のと書いて、河野。健康の健に一と書いて、健一と読むんです。覚えていただけると嬉しいですね。それでは、皆さん、素敵な親子の時間をお過ごしください。